さあ、始まりましたムチチャンネル。さあ、イエーイじゃねえよ。はい、今回はですね、はい、おいでいただきまして、うちのチャンネルっていかに展開が早いかが分かりますね。とてつもなく速度で進んでいきますね。これ決まったの昨日の22時とかですからね。今日が撮影が決まった。先にね、そうそう、あなたは結構オープンでずっとね開けててくれたんですけどね、はい、この人なんですえいつでも OK ですって言っていつでも OK ですって言ってきたくせに今日の5時以降じゃないと無理ですって言ってきて、バイト入れちゃってたから最初はだから本当はね昼ぐらいって言ってたじゃん。はい、そうそうそう、昼ぐらいって言ってた。そうだよ、だからあなたのせいで変わったんですよ。はい、スケジュールという申し訳ないだったんですけど、まあ2人が、はい、東大志望の大久保と言います。よろしくお願いします。そして、はい、早稲田国際教養志望の峰と申します。はい、まあ別にあの二人以外もあのいるんですけど、まあいろいろあってね、あとほら一人関西だからまだその届いてないとかいろいろあって、あとは開示やってません。他にもびっくりしてどうしてもやりたいんですみたいに入ってきた女の子がいてさ、でそれだとまあ多分もう一人の女の子はいなくなるだろうからまあいっかと思ったら、今日ここ収録するからじゃあまあここに来れんだったらいいよって言ったら、姫路ですって聞いた。姫路から来れるかって、はい、姫路から受験プロジェクトに参加したそうそうそ そうだから見てないわけだよ、応募のやつなんか見てないわけです。だって行ってましたもんね、関東圏。そうそう、関東圏じゃないとダメですから、ちゃんと撮影来れるように、はい、いっぱいいたよ。だ鳥取から応募来たりとかね、去年のは何回も見ました、ね、うん、中国からとか、そう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 、ね、わけわかんないとこから来てる人たちはいろいろいたんですけど、まあまあまあそんな中、いやいろいろね動画出て今荒れてるじゃないですか。はい、荒れてますね。はい、いや早稲田のってさ誰っていうのもあれだけど、そうなんだそうなんだって来てるけどさ、いや僕は存在を知らなかったんでコメント欄を見て YouTube で検索したら一番先頭に出てきたのが森田先生の、ね、動画で、じゃあ仕方ねえからこれ見るかって言ったら誰やこいつはっていう、そうそう、まあそんな感じでした。そうですね、だから僕も、はい、同じ声だとか言っても知らないからめっちゃ言われてましたね、同じ声をしてる。でなんか俺がまるでさ後ろでこうなんかやり取りして来させるところまで作ったみたいな、それだったらいや来た時に紹介するよ、うん、知らないから、はい、知らない。あ、やらせ疑惑も出てたんです。か普通にだからかわいそう、それが動画上げた時にその早稲田のは反応してたから、うん、でなんか誰からか連絡来たみたいな話してて、まあこれもあのまた聞きだから分かんないんだけどね、この本当の情報かどうかは知らないんだけど、そういう風に言ってたらしくて、なんだ結局森鉄かみたいな聞いて、知らんしみたいな、その辺も全然知らないんですが、まあ、ね、分かりません。それでだからもう音信不通だから、まあ、分かりません、本人本当なのか同じ人なのか違う人なのかの判断は僕は分かんないんで、もともと知らないからできない。我々は一切何も分からないということで、はいはい、分からないから何とも言えないし、だから違うんだったら連絡してくれいいのになって思うけど、このまま連絡してこなかったらそのまま同じ人だと思われて行っちゃうんじゃないのっていうのはあるけどね。でも何の連絡もないです。で一つ言えることはそのまあ志望が早稲田の整形らしいけど、出た飛鳥は早稲田のスポッカーはい、だったっていうのと、あとなんだっけ、なんか経歴がこうだみたいなんで早稲田の後一致してるみたいに来てたけど、一致してないよ全然、送られてきたのと違うよ、あのだからそれがさ怖いの、同一人物だったらそれも嘘ってことでしょ。だから明治受かってもいないってことじゃん、ね、明治じゃなかったよだって送られてきた大学のやつ、まあ、別人なんじゃないですか。そうだから別人で会ってくれればまあ別にいいんじゃない。まあ、だから連絡取れないんだったら仕方ないですよね、うん、来ないから別に。だ東洋で明治って感じでしょ、東洋でも明治でもなかったよ、だから違う人かもしれませんし、同じ人だったらどちらかは違うこと言ってて、まあ、もしくは両方違うのかもしれないし分かりませんそれは。ただまあまあだから飛鳥音信不通だからあれだけど、終わった後にほらみんななんか質問いろいろしてきたじゃん、はいはいはい、であん中で彼女してこなかったんで、で後で送ってきたんですよ俺に、うん、でむちゃくちゃ基礎的な質問しててみたいな、でどういう基礎的な、だからなんでこれがダメなのかって、いや説明してたじゃんかよっていう、まさに動画見ればそういう質問か、動画内喋ってることとか、うん言ってて、で、うん、だからまあレベル的にはまあまあまあ2とこませんっていうのは、うん、まあわかるから、なのでそう飛鳥さんへのアドバイスとしてはちゃんと基礎からやらないとダメかな。だからスイミングオンダレイクのオンがなんでダメなんですかって来てたから、うんうんうん、確かにそう、だからゴースケーティングオンダレイクで覚えてたみたいなこと言ってた、うん、それはスケートする場合はレイクは、ね、そうですね、上だから接触です、接触してますもん ね、それ中でスケートはできないでしょ、うん、水の中でっていうことなんで、はい、一応それだけはまあ陰は空間で音は接触とだけ
返しましたけど、で和夫から来てると思ってたから、なんかすごい強い語気で返しちゃったから。そう、写真撮っててなんか質問してたじゃん、和夫がいっぱい、だから和夫から来てんのかなと思って、で和夫が質問してたのと別の内容だったから、まあじゃあ他のことも分かんなくて来たのかなと思ったら飛鳥だった。だから飛鳥にはちょっとね、うん、強いく言ってしまったかもしれないなとは思いましたけど、はい、頑張ってください、はい、でモアさんに関して言えることは別にあんまないですけど、うん、まあだからもったいないんじゃないって思った。だからさ、嘘に嘘を重ねるとさ、うん、ボケツがっていうのを分からせてるチャンネルじゃないのって思ってるんですけど、うちのチャンネルってむしろ、はい、今までのね出てきた人たち ね、はい、F とか、うん、IY とかさ、ね、そういう人とかさ、ね、もうまあまあね、嘘つきの人たちってボロがどうせ出るっていうのが、はい、まあ、あると思いますんで、重ねるって重ねていったらどん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 もはや現実が分かんなくなっちゃうからね。そういう人いっぱい、で、そういう人ってなんだね、だから伸びづらいんですよ。直面しないんで、自分のできないものっていうのにきちんとこうぶつかっていかない、そう、それを現実から逃避していくんで、どん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 できるはずだ、ね、だからそういう人っていわゆる模試の不正とかさ、そういうのやりやすいわけですね。まあ、笑ったでしょ今。いや、笑ってないです。笑ったでしょ。そういうのをやりやすいとか、だから東大クラスもね、かなり模試不正ってすごい多いの実は。え、うん、東大クラス多い。あ、そうなんですか。だからやっぱり一番プライドが高いから、あ、そうだからね、そう、やっぱ現実受け止めたくないわけですよ、できないっていうの、うんうん、だから何人か今までも見てきてるから、そういう風にした人、あ、一人そういえばそうだ、あのいつも模試不正してた名前これだったわ。誰言ったんですか。これ知らないのか。わかんないです。わかんないです。このキャラの名前にしてた。知らなくていい。知らなくていいけど、この名前でいつも申し伏せしてた。はい。はい。そう、だから、ちゃんと現実を受け止めてください。はい、早稲田国境との乖離がすごい。はい。何点ですか。昨日のあれ、15問中。6問です。はい。ああ。だから国境だったらマジで1問ミスか、ま、全問正解。目指さないといけないレベルだったんで、はい、そういう風に、まあだから現実を受け止めて、ちゃんとやるっていうのが大事。だから逃げるのがすごく危険で、インフルエンサーとしてやってくんだったら、強いから、人に知られるっていうのは、まあ、辛い、あの、ナイフがいっぱい飛んできますから、子供たちからね、大変だと思いますけど、こっから知られてることの強さってめっちゃあるから、もうすごく簡単です。世の中知られてたら、あ、逆にすごい能力があるのに全く知られてないで埋もれたままの人がたくさんいすぎてるんですけど、この世の中ってもう知られちゃえすればそんなに能力がなくたってスガーンといけるので、なんかもったいないなと思う。そんなの全部自分でさらけ出してやればいいのになっていうのが、はい、私の、ちなみに本日、アルバイトに行ったところ、元池さんがですね、うん、あの森哲さんのファンでございまして、うん、元受けって言っても分かんないよ。ああ、そうだ、僕のことをなんか呼んでくれた人が呼んでくれたも分かんないよ。森田先生のファンでして日常生活使わない言葉言っても分かんないよ、どういう状況。アルバイト先のアルバイト先で呼ばれていった人が、アルバイトの内容言わないと。ああ、今荷上げって、荷上げって分かります。荷上げって現場で重いものを持ってる兄ちゃんたちみたいな感じのアルバイトなんですけど、その元受けさんが大卒で、で森田先生のことめちゃくちゃ好きで、元受け会社とかね、僕らのことを呼んでくれた人っていうか、はい、でもだから派遣先の派遣先ですね、要はそうクライアントの人ってことです、うん、はい、って言ったらもう森田先生の視聴者でバレたっていうね、はい、一瞬で見バレしました。そんなこともありますんで、お気をつけください、お気をつけくださいって。でもその知られることのプラス面ってすごいから、めちゃくちゃありますので、それはまあ葉月も坂上も感じておりますので、はい、知られることのすごさですね。他の人たちもどうなっていくか分かりませんが、いやだから知られてるんだったらそれを力にした方が絶対いいから、もったいない。だからレントがね、すごい一番やっぱりもったいなかったね。あ、本人はねやる気だったんですけど、そう、ご家族に反対されてしまったのでっていう感じだったんですね、実はね。さあ、分かりませんが、じゃあ頑張って第二のレントになれるように頑張ります、はい、違うでしょ、あれ違うでしょ、はい、頑張ります、違うでしょ、そこはおかしいでしょ、それ脱退宣言じゃん、もうじゃあ次は開示でございますので、はい、おい、スマホ出していいですか。じゃあ違う、次の動画で、はい、はい、だから、ああそういうことか、そう、はい、なのでじゃあ開示をいよいよしていきたいと思いますので、ではではお楽しみにしてください。まあだから他のメンバーもねについてはちょっと触れますけど、はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。